上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。さあ、そして打席には安田が入っています。さあ、勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。まあ、勝ち越しておくとピッチャーも精神的に楽になりますから、ここは点を入れておきたいですね。なるほど、そうですよね。はい、初球は何で来るか。初球から思い切って振ってきました安田。変化球打った、ボテボテのセカンドゴロ、掴んだ、一塁アウト。これで3アウト。マリーンズ2者残塁です。ため息に包まれた ZOZO マリンスタジアム、3回終わって1対1同点です。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。次のゲームは打線の奮起を期待したいと思います。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。